ゴールデングラブ賞は日本プロ野球の選手表彰の一つ。正式名称は三井ゴールデングラブ賞。シーズンを通してそれぞれのポジションで最も守備力に卓越した選手に与えられる。三井広報委員会提供。1972年にダイヤモンドグラブ賞として創設され、1986年より三井物産スポーツ用品販売の協賛によって、 現在の名称となる。セパ各連盟の公式表彰に準じた特別賞と位置づけられている。守備力に卓越した選手をベストナインと同じ選出方式によって表彰する賞でプロ野球記者による投票を行い、得票数の一番多かった者が受賞となる。有志各社は規定投球回数以上投球している、または所属チームが行った年間試合数の3分の 1>, 1以上登板している投手と、チーム試合数の2分の1以上を同じポジションで、出場している保守、野手。ベストナインやかつての沢村栄治賞と同様に、受賞者には、実際の成績が伴っていない選手が選ばれることがあり、批判が起こることがある。2010年代以降は日本でもウザー等、セイバーメトリックスによる、守備力の算出が行われるようになったこともあり。 記者による投票含め賞の選考自体への批判も上がっている。記者の投票要件は日本の報道機関のプロ野球記者で5年以上の取材キャリアを持つもの。セパ各リーグでポジションごとに原則各1名ずつ9名が選ばれる。同一ポジションの選手の得票数が並ぶと同時受賞となるためリーグあたり10名以上選ばれる年度もある。あるポジションの 該当者なしの得票が過半数に達した場合、そのポジションでの受賞選手の選出は見送られる。ただし非常に稀な例であり、2010年にセリーグの一類種で該当者なしとなったのが初である。なお、該当者なしの得票が過半数に達していなかったために得票数が少なかった選手が受賞した例が過去3度ある。受賞者には金色の比較で作られたグローブと ボールを台座に飾ったトロフィーが贈られる。このグローブは受賞者決定後、受賞者が使用しているものを模して作られるもので、革製のため実際に使用できる。ありがとうございます。